関礼神社は、福島県南相馬市にある神社である。道の区国園儀式式内社百座のうち、行方郡にある八座の一座である。鹿島九条と地窪と原町区篠田沢に鎮座する二社が、主な論者とされている。由緒によれば、慶光天皇の時代に、日本穂高が、遠い征伐の勅命を受けて、欧州にやってきた。その時、地主神である、 サルタヒコ命より礼事があり、スメラオマゴミことを勘定して17日間祭祀を行った。陣を引いた山は四方を川に囲まれており、日本穂高は地の利を活かして、遺族を倒して、無事平定を進めることができたという。地主神である、サルタヒコ命は、道祖神であり、道禄神とも呼ばれていた。勘令神社が勘定された山は、道禄神の霊源があった山のため、 道六神山と名付けられたという。道六神山の南麓に天の真内の水をもって、真野の池という水場を設け関連神のみたらしとした。真野川の名前は、この真野の池にちなむと伝わる。また、真野川の上流には、立石という奇跡があり、猿田彦命が降臨し鎮座した場所だと伝わる。霊勢天皇の時代である、霊少年間には法令をもって、 天下大平を祈る儀式が行われるなどしたが、その後公平年間に至る十三年の間に、前九年の役など戦乱が起きたため、新寮社地は没収、後輩師匠氏が立つのみとなった。ご堀川天皇の御を、氏子の志願によって、社殿を里に建て、寒儀二年四月八日に、道六神上山から、現在の鎮座地へご神体を遷座した。その後、う子の要望により、 の上社から、八竜大明神と呼ばれる闇を神々を愛、殿とのとして合詞した。そのため社号を、八竜神使とし、軍民から、八竜大明神と呼ばれるようになったという。それ以降、三柱の祭神を放祭するようになり、浜下りの神事も行われるようになったという。記述によると、浜下りの神事は7月7日に御越を失業し、夜に、 角川原地区の熊木明神社に安置。明朝に、現在の南海老地区の浜に降りて、天下太平、武運長久、五国豊上、万民安全などを祈願し、祭典が終わると観光したという。現在の祭人のうちの一柱である、少なび子名の命は、文政2年の軍内式内社調査により、八流新士が冠無霊神社の論者とされ、文政8年に、 冠霊神社へ改称した後に、原町区篠田沢の冠霊神社から合祀されたと思われる。創建不詳であるが、時代の流れと共に衰微し、小さな祠しか残されていなかったという。さらに、王庫に起きた伸びのために、社殿は消失し、その後、祠を建てて祀った。法営から、聖徳の頃、士官であった大田久太夫の家が絶えたため、 羽黒ろ発元である山閣院が代わりに採祀を行った。天明年間から住民が減り、文化年間には村里も社殿もことごとく荒れ果てたという。当地の農夫が御神体を民家の庄子へと潜座し、これを隠し、長年にわたり本山発祥元の大学院が祀ったという。時が経ち、この農家も耐えてしまったため、冠峰神が村の庄子に祀られたということも、 忘れ去られてしまっていた。他の村から佐藤氏という者がやってきて、冠峰神を祀っていた農家の屋敷へ住み始めた。佐藤氏は農業を営みながら、坂峰の山にある少子を修理して祀っていた。文化十二を追いし、相馬藩主である相馬正次は、士官社家と渡辺春綱という者に、行方軍内の式内者八座を調査し特定するよう、命じた。 その結果、高神社、鹿島美子神社、岡棚神社、大雄神社、鉱座神社、被災神社は特定したが、冠霊神社と液田霊神社は、どの神社のことなのか不明だったため特定することが、できなかった。文政に希望年、再び調査命令が下される。軍艦は、村に冠峰の神を祀る少子があるという話を、危機調査を行うが、 不信に思った村人は、冠ン神社の鎮座を否定したため、ますます冠ン神社は、歴史から忘れられてしまった。安政年間になり、二宮尊徳や二宮家が相馬へもたらした、農業復興策である、広告安民法のおかげで、相馬藩の財政再建や荒廃した農村の復興が進んだ。万延元年後新年の春、カン神社の宮誉ら復興が命じられ、 アイの名工である匠人の上杉主殿頭が社殿造営を行った。寒冷神社には、原町区篠田沢と鹿島区城、土地窪の二社の他に、鹿島区北海辺に鎮座する軽速神社も、寒無霊神社であると称していたが、原町区篠田沢の寒無霊神社のみが、王古から寒冷神社と称し、身体も千年以上の歴史があるものとされたため、当社が、 カンムリレイ神社の本社であるとされた。ありがとうございます。